はい、どうもこんにちは、寺井です。今回はね、バイマこれから始めていきたいという方向けの動画になります。アカウントの制作の方法についてこの動画で解説していけたらと思いますので、これからね、始めるという方は、ぜひね、この動画一緒に見ながら作成していただけたらなというふうに思います。まあ意外とね、初めちょっと注意すべき点があって、例えばそのアカウントの名前って付けたら二度と変更ができないとか、初めちょっと気をつけるべきこととかもあったりするので、そのあたりもちょっと注意点も含めて共有するので聞いていただけたらなというふうに思います。改めまして、寺井大樹と申します。僕はバイマの物販のプレイヤーとバイマのスクールの運営をしております。今現在、下記概要欄の公式 LINE アット登録者限定で超有料級のバイマ初心者入門マニュアル、これを無料で、お渡しさせていただいておりますので、ぜひね、この動画見ていただいている初心者の方は特に、受け取っていただけたらなというふうに思います。バイマアカウントセットした後の流れ、どのような流れで利益を生むことができるのか、そして最近売れた商品とかも公開しておりますので、そちらもご覧いただいて、バイマで稼ぐ方法を知っていただけたらなというふうに思います。はい、では早速ね、バイマのアカウントの正しい作り方というところ、画面用いて解説していけたらなというふうに思います。まずはですね、出品者募集中、こちらクリックして、早速ここから登録していきましょう。これはね、ほんと時期によるんですけど、特別サポートっていうところで制約量が 7.7 である時期っていうのは基本的にもう 90% 以上なんですけど、今だとね 5.5% ですね。これだからちょっと今動画撮ろうって決めたんじゃなくて、ちょっと今たまたま見つけましたね。これ今ちょっとすごいお得なんじゃないかなというふうに思いますので、今のうちにね、登録していただけたらなというふうに思います。パーソナルショッパー登録はこちらクリックしていただけたらと思います。で、メールアドレスね、こちら入れていただけたらなというふうに思います。はい、これはね、個々のね、バイマで使う専用のメールアドレス入れていただけたらと思います。やっぱ分けた方がね、管理しやすいので、銀行口座もそうですけど、クレジットカードもそうですけど、このメールアドレスのね、分けていただけたらなというふうに思います。はい、仮登録の申し込みを行いましたというところで来ますね。で、仮登録、このメール宛に送られますので、メールの方行きますと来てますね。バイマからパーソナルショッパー本登録のお願いと、まだ仮登録なので、これクリックして本登録に向かっていきますと、本登録クリック。はい、で、パスワードね、入力していただけたらと思うんですけど、それぞれのパスワードを入れていただけたらと思います。はい、で、ここがね、めちゃめちゃ重要なところなんですけど、このニックネーム、これはもうショップ名になります。なので、ここはね、超こだわってつけていただけたらと思います。これよく見るとニックネームは変更できませんということになります。本名、ブランド名を用いてニックネームの登録はご登録をお控えくださいと。じゃあ何したらいいのというところなんですけど、もう最新版でこのチャット GTP に聞いてみようというところになりますね。バイマでハイブランドを運営するショップ名としていくつかのアイデアを出します。これはバイマでハイブランドを運営するショップのショップ名をいくつか考えてほしいっていうと、こういうふうに出してくれるんですよね。まあ素晴らしいですよね。なので、ここからね、組み合わせたりしてもいいし、そのまま使ってもいいし、こういうとこからね、着想を得て使っていくといいんじゃないかなと思います。ちなみにこうやってハイブランドをね、運営するって書いたんですけど、やっぱバイマで一番稼げるのは、ヴィトン・シャネル、エルメスとか、そういったハイブランドですよね。利益単価がもう平均してやっぱり3万円とか4万円とか、バッグとか、やっぱり新作のレアリティが高いものだったら、やっぱ10万円以上とか抜けることもあったりするので、まあ今からね、初心者の方は、価格競争薄利多売に巻き込まれやすい、セレクトショップブランドやるよりは、ハイブランドってところね、今、言葉出てますけれども、そういったところをしっかり学んでいくといいんじゃないかなということになります。まあちょっと僕の動画はね、ハイブランドこだわった稼ぎ方について日々発信しているので、ぜひ過去の動画を見ていただけたらと思いますというところなんですけども、今すいません、話戻って、ショップ名を検討するというところですね。じゃあまあどれにしようかなってことなんですけども、まあいろいろね、コツはあるんですけども、長ったらしすぎるとやっぱ覚えられないっていうのがあったりするので、まあ2文字ぐらいでやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、しっかりね、コンセプトとかにも合っていて、自分もやっぱり愛着が持てるようなものっていうのは結構大事かなと思いますので、今言ったような視点でまずは選んでみていただけたらなというふうに思います。まあ、ちょっと僕的には、この4番目結構気に入ったので、オピュレントっていうのは豪華とか贅沢とかっていう意味で、レーンっていうのがね、まあ、道とか物事とか、そういった意味ですよね。コンセプトに合ってるかなというふうに思いましたので、入れてみます。で、ニックネーム確認中で出るんですけども、はい、被りがあると、このニックネーム、他に使ってる人がいるので、やり直しっていうふうになります。ですが、大丈夫でした。この名前で登録可能と。で、ここは、自分の名前入れてください。ここも入れていきます。この年月日も皆さんの正しい情報を入れてください。で、規約に同意し、入力内容を変更確認すると。で、この内容でいいですかというところ出てくるので、この内容で確定すると。パーソナルショッパー登録が完了しましたという形になります。で、これで完成したんですけども、ちょっと後半になりますけど、初期設定すべき項目ってところも見ていきましょうか。まずこのパーソナルショッパーページ、こちらをクリックしていただくと、このページっていうのは、お客様から見たあなたの、ショップページになっていきます。
はじめね、設定すべきっていうのが、この表面的なところだと自己紹介とお知らせっていうところなんですよね。その2つは必ず作っていく必要があるかなというところ。あとはもう一つ、文字のところで、設定すべき項目としては、お取引についてっていう自分を守るような項目ですね。それについてはしっかりと書いておく必要がありますという形になります。で、それらを設定するページというのがありまして、それが、このプロフィール、PR 情報、講座情報とこのあたりですね。ここのあたりからいろいろ設定することができますと。はい。先ほど見ましたよね、このね、自己紹介文、左下にあったところなんですけれども、ここは、まあ、ちょっと簡単ですけども、こういった世界中に知り先がありますよっていうような文章、書いてみたりとか、あるいはこのショップ名の由来とかね、こういった思いを込めて作りましたよというところを書いてみるのもいいですね。こんな形になります。で、あとはカバー画像とか、写真1というところだったりするんですけども、このカバー画像ね、この2つの設定っていうのも大事なんですけども、ちょっとこれ後にしましょう。で、このプロフィール書き終わったら、この保存をしていくという形になります。で、次に PR 情報なんですけども、こちらがお知らせですね。で、このパーソナルショッパーページのお客様から見たページで言うと、この一番上のこの一番目立つところのものですね。ここもね、設定していく必要がありますというところになります。まあ、これもね、ちょっとまあコンサル生とかにはちょっともう一旦ひな形とか渡しちゃってるんですけど、ちょっとそれとかをちょっと今回使いつつ、もう全て新品で偽物ないですよと、送料無料ですよ。で、お取引については絶対見てくださいねっていう守りの文章も入れつつですね。で、このお取引について、これはね、商品ページに今後付随して反映されていくような形になりますね。ここもしっかり入れていきますという形になります。関税かかりますよとか。取引をキャンセルできませんよと。だから、あとは、ラッピングとか基本的には、過剰なものは受け止まれませんよとか、あとは、実物、写真で見るのとちょっと違いますよというところとか、あとは、返品交換とかっていうのは、基本的には受け止まれませんよとか、あと、受け取りを応じる場合でも5日間以内にお話しくださいねとか、まあ、実寸とかがちょっとまあ違うこともありますよということとか、あと、配送方法とかは、注文の指定していただいた業者で利用することは、解説できませんよとか、海外だと、まあ、ちょっとこういった品質っていうのは異なりますよとか、まあ、こういったね、考えうる、こういったリスクっていうところに対するアンサーっていうのを書いておく必要があるんですよね。このお取引について、ここしっかりと書いていくような、そんな形になります。はい、皆さん、ぜひこの内容ね、ちょっと画面止めてみていただいて、同じように書いていただいて大丈夫ですので、記入いただけたらと思います。やったら同じように保存すると。そうするとね、重要なこの3つのところというのが反映されていきましたという形になります。はい。で、あとはね、ページに戻っていただいて、初めやるべきことっていうのがね、ここね、カバー画像ってここの大事なところなんですけど、ここ編集していきましょうと。カバー画像編集のところをクリックしてから、自分が用意していた画像を使っていくと。まあ、例えば自分が撮った近くのヴィトン・シャネル・エルメスとか、自分が扱っていく商品の外観の写真を入れてみたりとか、あとはここですよね、プロフィール画像になりますけれども、ここもね、非常に重要です。で、ファイル選択をして、ここもしっかりと、入れていくような、そんな形になりますね。ここに関しては、ショップのロゴとかをね、チャット GTP とか、こういった生成 AI 系のもので作ってもらって、自分のショップ作ってもいいし、あとは無難なのは海外のモデルさんとかの画像ですかね。フリー海外モデルとかいう形で入れ込んでいくというところが無難なところかなというふうに思います。この2つ画像系では設定していただけたらというところと、文章の作り込みというところだと、お知らせ、自己紹介、取引について、これは最低限入れていただけたらと思います。これをもちろん保存していくというような形になります。で、最後になりますけども、これもう去年とかですかね、もう本当最近に導入されたやつなんですけど、この本人確認、これもしっかりやっていただけたらというところになりますね。ここもメリットというところで本人確認済みっていうふうにお客様に見られる中で安心感が得ていただけることができるので、まあこれは結構もうした方がいいよというか、もうしないと多分今売れないっていうような形になっているので、しっかりと自分の住所というのも正しく入力していただいて、この本人確認の流れやっていただけたらというふうに思います。流れとしてはマイナンバーだったりとか運転免許証、運転経歴履歴書、在留カード、特別永住者証明書、このあたりを、しっかり登録していただければ、1日2日で、メール、受け取って審査完了になるので、こちら必ずやっていただけたらという形になります。はい、以上です。今回はね、アカウントセットアップと、今やるべきこと、最後最近のお話にもなりましたけれども、注意点、各項目、セットアップの方法、内容、お話しさせていただけたかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。このようにね、今回はね、バイマ初心
心者、これから本当始めていくっていう初心者の方向けの動画になったかなと思うんですけれども、まあ、具体的な稼ぐ手順だったりとかトレンドだったりとか倍まで稼ぐための内容をね普段から配信しておりますので、これから倍まで稼いでいきたい、脱サラしたいとか、あとフリーランスという働き方興味ある、場所にとらわれずにこういったスマホやパソコンだけで稼いでいく生活みたいのに興味がある方はぜひね YouTube のチャンネル登録もしていただいて、この動画いいねと思っていただいたらいいねボタンも押していただけたら嬉しく思います。またこの動画のコメントだったりとか、あとはこういった動画やってほしいよという要望などもありましたらコメント欄にコメントいただけたら嬉しく思います。はい、ではね本日動画の方は以上になります。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。